さあちょっとやってまいりました。ここはい、阪神淡路大震災の時の遺構がね保存されてるっていうことなので、うん、行ってきます。野島断層保存館、うん、ね、体感できるんだってね。ね、うん、ちょっと行ってみよう。はい、あれだ、テレビでニュースになってた橋。うん、阪神高速のやつだね。こうやって見るとさ、阪神淡路があった時うち10歳だったんだけど、うん、漠然とこっちの方っていうのは知ってたけどさ、震源地はここっていうのは正直今初めて意識して見てる感じ。野島断層の断層線、むちゃむちゃ。ここのさ、コンクリートの側溝っていうの、これも当時のままなんだね。ここが道路だったんだ。うん、うわ、二つに分かれちゃってるんだ。すごいパワーだったんだな。こんなにずれちゃうんだね。ちょうど丸いポッチを設けてくれているから、どれかだけ実際ずれてしまったのかでよく分かりますね。ここは連続する地割れがあります。あ、すごい斜めに何本も入ってますね。断層の動く地形模型があります、うん、ちょっと押してみるね。うん、いいよ。うわ、こうやって地震が起こったと。こういう風に、あ、簡単にずれてるんじゃなくて、なんかすり、うん、擦ってるような感じでずれてくんだね、うん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 、あ、すごいなこりゃ。一回でズドンじゃないんだね。うん、から動いて、ちょうど光ってるところが断層の境目なんですね、これね。阪神淡路大震災に実際にあったお家も展示されています。中はね、やっぱり地震の被害を受けた後再現されていました。まっすぐだった塀だったもんね。くの字になってるね。すごいな。ただ単に上下だけじゃなくて横にも引っ張られて、ね、うん、おー、 おー、 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 おー
始末をしてください。新しい情報が入り次第お伝えします。テレビやラジオのスイッチを切らせてください。これは無線か、うん、地震情報。午前5時46分ごろ関西地域で強い地震がありました。東日本大震災の時と揺れ方が全然違ったね。うん、避難訓練でさ、机の下に潜れって言われてきたけどさ、そんな余裕ないよね。うん、普段からの備えって大切なんだね。うん。